はいみなさんこんにちは。2010年ここが出た、えー、官業本試験解答速報。まあ私はですね、えー、民法と区分法の分野を担当いたします。レックス戦にこしのと申します。よろしくお願いいたします。さあではね皆さんね改めましてお疲れ様でございました。えー、まあもしね満貫とそれからね官業とね2年2週連続であった場合にはようやっとね終わったというイメージがあるのかもしれません。 ただから管理業務支援者ね、一方で来た皆さんもね、ええー、こう二時間で、で、ね、実力を出し切れたのかなと。い、え、う、ー、ことをね、まあ。どうだったのかな。ええー、公開のないね、ええー、二時間で会ったことをね、私にのっております。まあ、とりあえずね、まあ、結果は、えっ、ー、と、十一月、一月になるかわかりません。十八日ね。一応予定で、は一月十八日はね、まあ、あのね、合格発表になっております。そこまではわかりませんから。 もうね自分を頑張ったということね自分を褒めてあげていただきましてあとはもうね過去、えー、は寝てますということで落ち着いて待っていただければと思いますさあで今回ですね、えー、回答速報ということでございましてで回答速報という言い方でいきますとね、えー、例えば問いの一番がね選択肢何番が答えだとかね、えー、でこの難易度はどれぐらいだとかねまあいうことをご期待している皆さんもいらっしゃるかもしれませんがすみませんそうではないんですえー、っと私はですねもうね、えー、今大体ね5時 半過ぎちょっと過ぎなんですよねだからどういうことかっていうとあのねスタッフの一人にね受験してもらいましてねでこれコピーなんですけどね、えー、まあ受け取って問題を受け取ってでもって我々ねレックのスタッフね総力を挙げて回答出しをしました資料を使ってね回答出しをしましたはいで私の分野ですねまあ要するに民法と区分法はねまあこういった問題が出てでもって一応ねこれが答えなんではないかなっていうのを我々分析をしましたこの2時間ぐらいでねやったんです まあただね要す詳細なものを確定してから出ないと発表できないんですねだとりあえず私の方ではね、まあ、2時間ぐらいでみんなで集まって出し答え出しましただから、えー、その時に難易度とか傾向とか、えー、そういうの分かったんですそれをまずとりあえずはお伝えするっていうねエースシステムですで私は民法と区分法の担当ですねであとねえー、っと標準管理規約、えー、規約と適正化法ね、まあ、規約と適正化法関係が、えーね、太田先生 だとね、まあと残りですね実務会計とかね、まあ、実務系会計系それからあとはですね設備系実務会計設備あたりまあこのあたりがね亀田先生の担当になってますで3人でねそれぞれの分野を担当してまあ今年の傾向とかそういったものをねお話をしていくこうと特徴ね、えー、そういうふうにねやっていくのがこの機会と思ってくださいまあだいたい私ね、まあ、15分程度かなお話、えー、その程度を考えておりますでまあ民放からね 例えばまあパターンは変わってなかったんですよね問いの1番から問いの6あたりに民法があって,てねで30番あたりから区分法が入っていると、えー、いうのがございましてまあだから出題のパターンは、まあ、ほとんど変わってないかなと思うんですどこに何が出るかとかねそのあたりはね大きな変更は特にいなかったかなと思いますただどうなんでしょうね <laughs> えっと私がねまあねみんなで解いてで民法どんな問題が出たかなとか 区分、えー、法だって出してきたかなとか。ええー、いうことになった時にまず最初に思ったのはこれレベル上がったんじゃないかなってそんな印象。ええー、これレベル上がったような気がしますねというのが第一印象でした。いやねあの要するに、えー、っと特に法律の問題ですよ。まあ設備なら設備それからねまあ、えー、規約なら規約とかねまあそのね、えー、出し方によって 基本的な問題とかね、平易な問題とか難問とか、やっぱり、えー、分野によって変わってきます。例えばね、えー、例えばですね、まあちょっと、ね、丸バツが言えないんで何なんすけどね、えー、丸とかバツが言えませんからね、な、え、ん、ー、なんでございますが、えー、ただですね、<laughs> ねえー、例えばあのね、問いの2番なんかもそうなんだけどね、えー、問いの2番でね、えー、っと選択肢3番あたりがね。 まあこれがでするにね問いの2番の選択3番あたりね。で、すいません、私はですね、えー、っとまあメモ入ってる問題ね、これいろいろメモ入れて解いたんで、ちょっと映せないんで、皆さんね、お手持ちの問題で確認してくださいね。で、ごめんね、なんかニュアンス伝わっちゃうかもしれないけど、ね、えー、伝わっちゃうかもしれないけどね、ただこれが×とか丸っていうのは、ごめんなさい、今のところ私の口から言えないんでね、すいません。えー、ただ、これ正しいんじゃないのとかね、これ誤ってんじゃないのかって、ね、ニュアンスは伝わっちゃうかもしれませんが、 まあそれはすいません。ね。あの確定ではないんで、えー、伝わったとしてもね、まあなんていうかスルーしてくださいね。いいですね。ねあいつが罰を言ったとかね、ということはなしね。言ってないから。言わないから。うん、えさてと、まあ問い二2番でございますけどね。えっ、ー、と、選択肢3番なんですが、ね、これね。えっと、問い合2番選択3番ね。まあ、引き渡しの準備をしていなかった。で、支払いの準備を整えていた。さてと、ね。で、これだから判例があるんですよ、これがね。 これ判例ありま,す、えー、まあね平成5年の判例があってズバリこの当時の内容を書いてあるんですねわかります何が言いたいかというとねだからえー、っとまあ要するに判例ね平成5年の判例をそれを知ってる人にしてみればあこれ真正面から聞いてるストレートの問題じゃんってわかるねだから、ね、それを知ってる人にしてみれば何のひねりもないんですまんまですからところが知らない人にしてみれば推理をしなきゃいけないでしょ でもってね民法条文1,044条丸暗記してる人がいないよってよく言いますよね。えー、それに例えば管理ニ務グのの試験でね出せる判例なんて何千もあるわけですよ。それ全部知ってる人ね。いやー広い日本ですからいるかもしれない。まあいるだろうと思ってもいますよ学者の先生とかね。えー、民法条文1,044条ね。もう隅から隅までね全部丸暗記して頭に入ってると。例えばね 1 7十条の2第3項なんですかって言ったら「はいよ!」ってすぐ出る人もいると思うそれからここねだから50年ぐらいの判例ねまあ判例と言ってましてもね最高裁高裁ぐらいいるのかもしれないけど、ね、全部覚えてるというとねまあいるかもしれないでもそれって管理組合主義者のね受験生の皆さんに期待する内容じゃないよね,ね日本で一人いるかいないかぐらいのレベルですからね、はい、だからそういうね全部覚えてるこのね楽勝じゃんっていうことでしてみればそうう言っちゃうんだよね これ平成5年の判例じゃん楽勝じゃん。いや知りませんよって感じね。えー、だからそれをね推理しなきゃいけないよということになると急にランクがガタンと上がるんですよ。知ってればそれっきり。だ知らなければ推理をする。でこういうやつねえどちらでもありかなっていうやつですね。明確にこれおかしいじゃんとかね。え明確にこれ正しいに決まってんじゃんっていうのは分かんんいよね。 えっとね、これ、大気の準備ね、試合の準備を整えていました。試合の準備を整えていた。着手に当たるのかな、うん。当たるかもしれないよな。当たらないんじゃないかもねっていうことね。まあ、だから明確にどっちかって判断できない。なんてのもあります。だから、そういうのを踏まえていきますね。今回の管理業務支援者試験はレベル上がったかって、こうなんですね。まあ、知ってる人にしてみれば、ズバリね、それはこれだって、だから、そういう意味においてはね。 出し方でひねりはないんです。という言い方をするよ。えー、ただそれをねじゃあ受験生の皆さんが全員が知ってるような内容かっていうとうーんって感じね。うん、そこです。まあ、あとはねただ、えー、法律をですね本質的なところを知っていれば、えー、答えを導けたんじゃないかなって問題もね、まあ、そこそこ参件はしておりました。うんえー、ということでございますんでそのあたりやっぱり法令につきましてはね我々よく申し上げてるんだ。えっ、ー、と講義なんかでも言うんだけどね法令ね。 小手先とか上っ面だけではなくてちゃんとねえ趣旨とかそういったことも考えてね学習してほしいかななんてお話をしてますよね。うん、まあそういう形で見ればだからね、えー、自信はないけど当たっちゃった問題もそこそこあったんじゃないかと思ってます。うん、まあそういった問題がね、えー、あったんじゃないかって気もしてるんです。ね。まあ,あとですねえっ、ー、とね私の方からね申し上げておくのは例えばねやっぱりねっていうのはやっぱりこれ。 まあここはね私太田先生の分野ねえー、っと区分補導ね標準管理契約ねまあこれが被ってる問題ですので、ねまあ、太田先生のパートでもございますが一応私ねお話をさせていただきます。まあ何かというとね東京三33番ねほら学習するときにねえー、っとこういった話はね私ども必ずやるでしょ。区分法の原則がある。まあ、こののまず区分法の原則は これ全国共通のルールなのでしっかりと押さえてほしいさてその上で標準管理規約は変容してるかしてないかですね標準管理規約はここで変容してるのかしてないのかっていう発想でもしこれが、ね、規約による別の納めができるというね区分法が書いてあるだからそれをね規約で別の納めをしてるのかしてないのかちゃんと確認をしながら A、ね、ちゃんと、ね、頭に入れてくれよって話をしますよね。 まず全国一般ルルールがあるでいいほら規約に特に定めがない場合には区分法に戻るよってことですからねこちらが大原則。さてその上で規約で別の定めができるような場合にはじゃ標準管理規約はそうしているのかないないのかな。でもしそうしているんであるならばそれが標準管理規約の特徴なんでしっかりと押さえるべきであるってね。だから一番最初にね,我々ね例えば私をする時には えー、一緒にやらんんででくれって話をするんでするね原則と特徴ね、えー、一緒だとこっちはなるかまずは分けて押さえていってどっかでミックスしてくれってねどっかでミックスねミックスっていうのはね比較対象ですよこっちは原則はこうで標準から規約こうってね、えー、それをやっていった皆さんにしてみれば三重さは解きやすかったんじゃないかなでこれ正直申し上げましてねこれほらだってその通りとしか言わないんですよ えー、っと一番はねこれだから違うのか同じなのかって、ね、でこれ数理聞かせられるとこじゃないでしょで要するにね割負担の割合もそうね内側線か中心線かとかさあとは決議要件もね、えー、区分所有者および議決権のっていうとこれ全員を想定してる。えー、さて 規約のの方は総組合員の議決権だったっけとかねこやつまあだからね同じなのか違ってるのかで違ってるんだならあどのように、ね、変えているのかってとこまあその点はちゃんとね意識をした学習をした皆さんにしてみればこの問題はできたんじゃないかと思う、えー、ただいいよねあのもう混乱してる皆さんにしてみればねもう全部といいますね2つぐらい不適切に見える人もいるかもしれないあれどっち1週間だっけって1週間と2週間なんか違う気がするんだけど。 あれどっ,ちだっけという人とかね。えー、あとまたま全っくね逆に覚えてる人ね。一週間で週間で全く逆に覚えちゃってる人もいるかもしれないよね。えー、となると1番なんかもね非常に難問になってくるんだ。選択肢1番もねこれ難問になっちゃうでしょ。だから知ってる人にしてみればね大楽勝って問題だ。基本的なところね。えー、ただこれをしっかりとそういった、ね、意識を持たずに学習している皆さんにしてみればきつかったと思う。そういった問題今回法令はね良かったんではないかと思ってます。まあだからねそんなにあの簡単にね、えー、ちょろいじゃないっていうのはねあんまりなかったと思う。 ただ、えー、我々がですね例えば解説を書くことになりますと、えー、楽な問題結構いっぱいあるんです。今申し上げて、ね、そのまんまってやつねあの問いのね35番なんかもそうなんだ。えー、問いの35番のねいわゆる暴力団員による不当なね、えー、行為の防止等に関する法律、まあ、この暴力団員の話ね、えー、こういったね暴力団員をどう扱うかって問題がねこれそってにポンときたんだけどこれってだから規約ですよね、まあ、規約19条あたりね、まあ、そのあたりのところねしっかり分かっていればできるんです。 だこれもね太田先生のパートになるんじゃないかな、えー、ただ区分法の方ね、えー、がまあね入っておりますんで一応私ね今コメントを入れましたけどまあ基本的にはこれね規約の話ですだパートはね、えー、基本的に太田先生かなと思う、えー、ただ区分法のね話も出てきておりますんでねもともとの話ねだこの辺りはどういうふうにね特徴があるかと意識しているそういう方にしてみればできた問題だと思う、ね、まああとはそうでない皆さんね、えー、結構ね苦戦したんじゃないかと思うでそういう問題が参見しておりますね まあですからね、えー、まあちょっとね取りにくかったんじゃないかってね問題はね、えー、そこそこあるんです。まあ、あとね、えー、例えば問いの、ね、40番なんかもそうですね問いの40番。まあ、これ民法の話ね、まあ、問いの40番民法はねまあ大体この辺りねあの品格法なんかが出てくることが多いんだけどまあ、貸したん墓石に出ましたねこれ民法です品格法じゃありませんね。えー、民法なんですがこの辺りねやっぱり本質論があって気がするんです本質論ね。えー、どっちが いう適用されるかってやつよ例えば問い40番選択3番がそうですよね。取り決めをしなかったらどうなるかってでしょ、えー、取り決めをしなかったらどうなるくて話なんですね。まあ要するに貸し算部席について何の取り決めもしなかったじゃあどうなりますかって。じじゃゃ法律が適用されるんとい,いう発想ね、えー。というような本当にこれはだからこれは覚えるべき知識じゃないよね。えー、テキストで字を見てね何か文字で丸暗記するべき知識じゃない。 要するにね法律の規定と特約の関係とかでもこれはそんな難しい話じゃないんだよね。えー、特に決めななかったらどうるるの民法が適用されるんじゃないののってそんだけの話だこういうのはね別に、えー、テキストにね,ね特約をしなかった場合やねとかいうふうに書いてその文字で覚えるものじゃない。まだそういったようなところね本質的なものとか、まあ、原則的な話とかそういうところで意識されている方にしてみれば。 ね、自信はなかったけども、ね、やっぱりこれで良かったんだって問題も多、ね、々あったと思う、えー、ただあとね解説書くの楽だった人だでしょその通りだから、えー、要するにね、まあ、コピーペーストと言えばいいの抜いて選択肢にしましたって感じねだからそれをちゃんと知ってればね、えー、これはその通りってものが結構いっぱいあったんですただそこをね正確に覚えてるかよっていうと迷いがあったと思うだからそういう意味におきましたね、えー、まず解きにくさがあったんでレベルは上がったんじゃないかと思ってます みんなが知ってるあるいはね、えー、過去に出題されているねまた同じように同じものが出ましたねっていうのはあまり多くなかったと思うよく見るとあるんだよね過去に出てるじゃんってねこれ何回も出てるじゃんっていうのは過去にはあるんですがただねじゃあこういうふうにねここの表現で丸暗記してたのかということになるとそこまではねってなると思いますだから今回ね、えー、まあ民法と区分法に私はね担当ですからそこに限って言わせていただいても若干解きにくい問題があって。 えまあ例年と比べればレベルは上がってるんじゃないかという印象を持ってます。だそれは結果ねじゃあ基準点がね合格基準点が上がるかっていうとそこはねデデーータタもうちょっとと集めわからないんです今申し上げたようにねいや我々はねこれちょっと細かいんじゃないってこれ難しいよと思ってても皆さんがね、えー、受験生の皆さんが例えば8割ねいやこれね答え出ちゃったよと正ーセ80%って言ったらこれは平易なもんで分類されちゃうんですね。あるいいいは、ね、これちょっと細かいんじゃないの 案の定30じゃんってあなは難問になりますよね。だらこれはね私ともね感想だけでは答え言え言ませんだから結果的に、ね、これは難問なんじゃないかと思ってたんだけどお皆さん結構できてるじゃんってものもあったりする逆にねこれできてほしいなと思ってるんだけどあやっぱり引っか,かかっちゃったかっていうものもあるだもうちょっとねデータを集めないとどれが難点がね基準になるかとか難易度は上がった下がったとえないのかもしれない。えー、ただ私はね問題はねね問題これ、ね、解いて ね、まあこの2時間ぐらいですよ2時間ぐらいでねまあ2時間もかかってないかもしれないけどねまあ民放とかねやって、えー、で例年と比べると印象を持つであるならば若干ねレベル上がったんじゃないかと思ってますまあということで皆さんね、えー、分からない蓋開けてみないか分からないからね、えー、ただねダメだったとかねそれなしね、えー、皆さんね,ね手応え感じない皆さんそう思ってるからダメだったんじゃないかとかねでもしね、えー、例えばできたとね思っていてもね 実際答え合わせしてみたらねあれ何か間違えてるのポロポロあるんですよとかたまねいらっしゃるわけなんでまあ実際ねどうなるか分かりませんあとね正解率ねあ正解合格率もねどうなるかもねわからないですよまあいきなりねそれは満開みたいにね1桁になるとかね50%になるとかねこれはないと思う大体20%程度なんだと思いますけどね、えー、ただこれもわからない A、えー、ね18%になるかもしれないし25%になるかもしれないそれは分からないだから今んところね A、えー、何点になるかとか あるええ、ね、5ヶ月上がるか下がるかっていうのは本当に気にしないでねえー、今日は今日で、ね、ええー、まあこのね12月2日でございます今日のところは皆さんねゆっくりお休みになっていただけると思いますさあではねえ15分経ちましたね17分経っちゃったかなっちってましたんでええー、私のね担当ですね民法と区分法2018年の官業本試験ねえ速報の区分民法と区分法の分野のええー、お話は以上とさせていただきます皆さん本当にお疲れ様でございました